大島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は立花の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。